100m スタートということになります。日本記録は2005年に成田さんの山下13秒30、マスコ・ゲンタは世界記録の世田記念で優勝した長井大吾を好調、13秒30秒100。とてもいいですよね、と思います。The time, 13 seconds, 49, best time.エンジンかかってるから男子やり投げ後半戦。男子やり投げは2番目の最終投球式です。チャイム。1回目は74m98。さあ2回目はどうか。今日は昨年のユニバーシアードの銅メダリストです。1回目は74m98です。そして両足です。
上位記録出ております。さあこれから4番目に入ります。現在トップは在籍大生のケイ 80m33、前半の担当で距離の短い方から今度は投げていくという順番になります。そうですね。日本大学の橋岡、2回目に 7m83 をマークしています。その橋岡の勝負、さあ今回はどれ、次にトップ、ただいま橋岡の記録を持っておりますが、現在トップはアメリカのジャックスコッチ、4回目に 7m95 をマークしてトップに立ちました。先国記録を伸ばしてきました。 78m43 です。さあそれでは、男子の走り高跳びの方ですが、こちらは大きなデリスを成功力やな。
ジェームズ・ボッチが 7m95 で入賞を決めました。日本人と